皆さんこんばんは、パクユーです。毎週土曜日に行っている棚から一つかみこの CD を聴け、今週はちょっと編成を変えて、今日お送りしたいと思います。今週のおすすめの CD はこちらです。じゃん、心臓クレバ。まあ皆さんご存知ですよね。元キック・ザ・カン・クルーの、クレバ。僕実は、ヒップホップ好きなんですよ。まあ、好きっていうか、すごく興味があるんですね。というのも、ラップの言葉遊びっていうんですかね、その言葉の可能性を追求していくスタイルっていうのに、すごく共感する部分があって、ヒップホップの CD も何枚か持ってたりするんですけれども、まあ、クレバさんは、21世紀の日本のヒップホップシーンのトップランナーと言っても、過言ではない、そんな存在なんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。去年からフリースタイルダンジョンっていう、ラップのフリースタイルの、バトルをする番組がちょっと流行ってて、それで今年またヒップホップすごく盛り上がってると思うんですけど、このアルバムは2009年に発売されたアルバムで、今改めてこのアルバムを聴くと、もうだいぶ前からこのクレバさんはヒップホップをメジャーシーンでどう表現するかっていうことを、すごく考えて戦ってたんだなっていうのが、よくわかります。僕クレバさんのアルバム何枚か持ってるんですけれども、この心臓ってアルバムが断然おすすめです。このアルバムはトラックが全体的にすごくポップで、メロディーがしっかりと、存在する楽曲がすごく多いんですね。で、ヒップホップの良さは残しつつ、すごくボーダレスなアルバムで、ヒップホップなんて全然聴かないよっていう人に聴かせても、魅力が伝わる、そんな一枚になってるんじゃないかなと思います。で、コンセプトもかなりはっきりしてまして、こんな感じで、収録曲が半分ずつに分かれてます。まあ、心臓の左半分、右半分みたいなコンセプトらしいんですけれども、1曲目から7曲目が、左半分。で、真ん中に、8曲目、心臓っていう曲があって、9曲目から15曲目が、心臓の右半分みたいな感じで、歌で取り上げるテーマが、この左半分と右半分で結構ガラッと変わってます。まあ、左半分は恋愛をテーマに取り上げた楽曲がすごく多くて、右半分は、まあ、ヒップホップっていうものが、もともと持っている、自分がどうなっていきたいのか、ここからどう這い上がっていくのかみたいな、こう自分自身を見つめた、そんなテーマの曲が、多くなってます。で、前半の7曲の中では、フィーチャリングアーティストとして古内東子さんとシンクロっていう曲をやってまして、右半分は、ライムスターのマミー D さんと中盤戦っていう曲をやってます。このフィーチャリングのアーティストも前半と後半でかなりカラーが違いますよね。僕は普段からポップスをよく聴きますし、自分で作る曲もポップな曲が多いので、特に前半の7曲、左半分がすごく好みです。7曲目の Tonight っていう曲は、これクレバさんがラップを全くせずに歌を歌ってる、そういう一曲なんですけれども、すごくいいメロディーですごくいい曲なんですよね。まあ、メロディーメーカーとしての才能も素晴らしいものがあるんだっていう、ちょっとびっくりした一曲でした。とにかくこの心臓っていうアルバム、すごく聴きやすい一枚で、いろんな人におすすめできる一枚だと思ってます。ぜひ皆さんも聴いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。YouTube チャンネル登録と Tumblr ブックマーク、そして iTunes ストア、Google Play Music、Amazon Music で好評配信中の僕のオリジナル曲もぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。